車両標識とは、防衛省及び自衛隊で使用される車両に提示される標識である。主に防衛省に勤務する高官や一佐職以上の自衛官が乗車する車両に提示されるプレートであり、駐屯地内の移動や登庁及び退長時に、車両フロントガラス付近に乗車している人物の階級や所属部隊を示すために提示されている。総理大臣や、 防衛大臣等が乗車する車両には、それぞれ役職に応じて、桜星で表示される。第地は、総理大臣は紫色、防衛大臣、副大臣等は、エビ茶色、事務次官は、新緑色、その他は、白色の大地を使用する。その階級章に定められた桜星の数に合わせて、車両標識が用意されている。陸、海、空はそれぞれ陸は、 赤海上は、青航空は、水色に、昇法は、銀色桜星2個、方面総監や、師団長等の陸将たる将は、銀色桜星3個、統合幕僚長及び、陸上、海上、航空幕僚長たる将は4個の銀色桜星を、取り付けた標識を提示する。陸上自衛隊の場合、一差色一差相当色の養殖に着任した二差もしくは、 指定階級は2差であるが、駐屯地司令職を兼務する、部隊長として着任した2差の部隊長が乗車する、車両に提示され、主に白色のプレートに、陸上自衛隊の、帽子が取り付けられたものを提示する。また、赤台座に帽子を取り付けた、車両標識が存在するが、副師団長や商法、指定階級とする指揮官で1差の間、または、 団長の職でありながら一佐の根性団長、師団幕僚長、副旅団長等の役職に対する待遇であり、当該の役職の任を解かれた場合は次の部隊において一佐が指定階級の部隊長に就任したとしても通常の白色台座に傍傷という車両標識に戻る場合がある。海上自衛隊の場合、代償として指定された一佐の自衛官が乗車する車両には、 青色のプレートに銀色の性1個による標識を提示する。航空自衛隊の場合、一左色の部隊長は、所属部隊を明記した水色のプレートに銀色の性1個を提示した標識を提示する。また、2差や3差の場合、乗車する73式小型トラック等の車両のフロントガラス部分左側に赤色の小さな紙製標識を提示する場合もある。 厳密には専用の標識は存在していないものの、73式小型トラック等の関与車の場合、黄色の小さな紙製の標識を提示する場合もある。連隊、軍、大体等以上の部隊の最専人上級総長が乗車する車両には、紺色のプレートに最専人上級総長を示す、標識等と所属部隊に応じて上部に星を、掲示を提示する。 総が社長として乗車中の場合、白色の小さな用紙で表示する場合もある。第一を白色として、事務官が乗車する車両には、桜つぼみが、国会議員が乗車する車両には、菊花の標識が掲示される。桜星の数は軍人に例えると大将や中将、等と同列である旨を示している。内閣総理大臣等に関しては、 減衰相当を表しているただし、ニサの場合は、駐屯地司令職を兼務する場合の待遇であり、別の部隊が移住するなど、司令職の兼務を解かれた場合は通常提示されない、公的行事に招待された場合等で、主催が防衛省等の場合に使用されている。師団等の主催で招待された場合は、役職名を記した標識を使用する例がある。ありがとうございます。